皆さん、ごきげんよう。前回の続きからです。では参りましょう。今回は、さらに東にある氷山などを確認するため、会場の移動から始まります。何かあるわけではありません。もちろんスキップを推奨します。
知らない敵だったので警戒していましたが、見た目はスコール村の人たちで、それ以外は普通の山賊としか思えません。ハーフジャイアントっていう設定は感じられませんでした。
someone there. オーラウィスパーを使った結果、シャウラスがたくさんいると勘違いして、めちゃくちゃビビっています。
通の精霊だと思って攻撃したら、エルダーウィンドにいた強かった氷の精霊と同じタイプでした。シャウラスではないと分かれば楽勝です。
正確な情報なのかは自信がありません。でも、このメモを読まないと、アイスメアが湖の底に配置されないかもしれません。フラグってやつですね。炎のマントの方が明るいんですが、私の視界も遮ってしまうので、雷のマントを使います。あ、スローターフィッシュは、先に排除しておくことをお勧めします。固定のグラフィックがおかしくなっていましたが、なんとか発見できました。
ンパスとマップに表示されない洞窟なので警戒しています。動画外でもかなりの時間を費やして探し回ったボルマンのブーツがまさかここにあるとは思いませんでした。これも他の装備の近くに配置しろよと思うよりも自力で見つけられた喜びが勝りました。まさかブーツを配置するためだけの洞窟とは思えませんが、一体どういう場所なんでしょうか。
今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。